テラ。テラは旧約聖書においてアブラハムの父とされ、また中東地域の多くの国民の祖先であるとされる人物である。創世記によればカルデアのウルに居住していた時に神がアブラハムにカナンの地へと移動するように命令し、テラとその家族たちもアブラハムに従って旅をした。しかし、アブラハムたちとは途中の波乱の地で別れ、205歳の時波乱で、 死亡したと伝えられる。テラ、アブラム、イサク、ヤコブ・イスラエル人、エッサウエドム人、イシュマイル・イシュマイル人、ネバヨト、テダル,ル、アドベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダド、テマ、エトル、ナフィッシュ、ケデマ、マハラト、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン・ミディアン人、イシュバク、シュア、 ナホル、ウツ、ブズ、ケムエル、ケセド、ハゾ、ピルダシュ、イドラフ、ベトエル、リベカ、ラバン、レア、ラケル、テバ、ガハム、タハシュ、マーカ、ハラン、ロトモアブ人、アンモン人、ミルカ、イスカ。サライ、クルアーンに登場する予言者、イブラーヒームの父アーザルも、その同一人物とされ、 その本名は、ターリーフだとされている。聖書の伝承とは異なり、イスラーム伝承には、アーザルが息子イブラーヒームと共に、故郷から移住したという伝承はなく、逆に唯一なる神への信仰を説く息子、イブラーヒームを聖火から追放したとされる。アーザルは、偶像作りの名人で、暴君にロでの忠実な進化だとされ、終生唯一神への信仰を持つことはなかったとされる。 ありがとうございます。